テレト。テレビ東京政治部の坂井田です。公職選挙法違反の罪で公判中の元法務大臣河井克行被告の選挙区広島3区に公明党が斉藤鉄夫副代表を擁立することを発表し、永田町に衝撃が走りました。今回この広島3区から立候補する挑戦をする決意をさせていただきましたのは、この私政治家をスタートしたこの愛する地域で多くの方々、支持者の方、また県民の方から特にこの1年間強い政治に対しての不信、そういうご意見を頂戴をいたしました。これまで私、自民党、公明党、連立政権のある意味で要として、幹事長など、政権与党の要として頑張ってきた私として、じくじたる思いがございました。今回、この政治不信に対して、再び信頼を取り戻す、与党としての信頼を取り戻す、その決意で今回、立候補をすることを決めたわけでございます。立候補の理由に政治への信頼を取り戻すことを掲げました。河井克行被告は起訴されても議員辞職していないことから、自民党広島県連は次期衆議院選挙に向けて候補者の公募を始めたばかり。自民党にも戸惑いの声が広がりました。我々にとっても寝耳に水の話で、事前に公明党さんからそういう話があったと私自身はちょっと承知しておりません。一見唐突にも見える斉藤氏の擁立ですが、公明党は9月頃から広島県を地盤とする自民党の岸田氏に独自候補の擁立を打診していたといいます。公明党は現在定数11の比例中国ブロックで2議席確保していますが、将来的に比例中国ブロックの定数が減らされることを見越して、新たに小選挙区からの候補者擁立を模索していたのです。ある公明党幹部は、岸田さんには9月頃から何度も調整をお願いしていたが、なしのつぶてだった。その岸田さんへの失望もあって、強硬策に出たと話しています。その岸田氏は、これは、広島3区、あるいは広島県連、の問題、にとどまるものではなくして、自民党が今後、全国の選挙区においてどのように候補者を選ぶのか、選挙に臨むのか、これが問われている、こういった課題ではないかと思います。公明党を抑えきれなかった岸田氏に対し、岸田派議員からは比例で公明は応援しないくらい言ってほしかった、これぐらいのことを調整できなければ総理になんてなれないと不満の声もにじみます。先手を打つことで自民党は独自候補を擁立できないと強気に出る公明党は、与党の議席を守るためには結束が必要だと自民党に協力を求めていますが、自民党側も譲らない構えを崩していません。広島3区の候補者調整の行く末次第では、次期衆院選での自公の選挙協力にも影を落としそうです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。